Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the end. 皆様おはようございます。明るく楽しく元気よく本舗三重県でございます。毎度もうこれちょっとあれですね、違うとこ考えよう。もうね、正直ここにやってても使い道がない。うん、足元を照らしてくれるのには非常にいいんですけど、ちょっとこの後ろは使い道がないんで、もうちょっと考えましょうかね。この車をムーディーにするように、ムーディーにしましょう。ちょっと違うところに、あの間接照明的ななんか考えてやりたいなと思います。眩しいな。ツイキャスライブをですね初めてやりまして、緊張したし、終わり方が分かれへんかったし、なかなか皆様に長々とお付き合いいただきましてありがとうございました。申し訳ないです。またやりたいと思います。とりあえずこうしましょう。ダウンライト的にここの中にもね、これ真っ暗にしたら絶対に入ると思う。とりあえずこうしましょう。なんか使い道がなかったからね、後ろつけててもあれやしなと思って、自分の雰囲気を上げるためにこの隙間に入れ込みました。また考えましょう。すごい風やけど、雨の日にこれをやっといたら晴れた時どうなるかちょっと検証してみましょう。雨はね、やんでる。ちょっと降ってるけど。いや、吹き終わったら雨降ってきましたね。よかった。バーって降ってくる前でよかったです。さあ、今日はまた新しい一日が生まれましたね。ツイキャスを初めてさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。見ていただいて皆様ありがとうございます。もう楽しい、また新しい楽しいことを一つ見つけました。本当にありがとうございます。そして本舗ファミリーで何より良かったと思います。もうだってね、富士ちゃん先輩来てくれて、さらには殿まで来てくれて、もうびっくりしましたね。もうこれ絶対僕一人で配信してたかて、そんなん誰も見てないですよ。もう本舗ファミリーのこの輪に入れていただいたから、いろいろこう広がっていって見ていただいたんですよね。本当にありがとうございます。そしてご登録者様、ほんまにありがとうございます。もうね、日々感謝してます。ほんまにすごい。僕みたいな人間が863名の方に、まあ、登録していただいてるっていうのがもうめちゃめちゃありがたいことでございます。もうびっくりする。もうやっぱしこの輪がいいですね。この輪にポーンと僕飛び込ませてもらって、ちょっとずつでも認めてもらってるっていうのがもうめちゃめちゃ嬉しいです。ほんまにたまらない。で、まあもうね、ツイキャスに関しても1時間以上も喋らせていただいて、もう皆様の大切なお時間をもう切り裂いてしまってですね、非常に申し訳ないと思いますので、もう本日も長々くもう動画なるより、もうここでちょっとスパーンと終わっときたいと思います。明日はですね、朝一から、岐阜県安八郡に行きます。ご視聴ありがとうございました。ではまた明日お会いいたしましょう。さようなら。おきに。今日は何も食べてません。カスベル兄貴、ツイキャス進めていただいてありがとうございます。